いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は1998年ポルシェ911カレラタイプ996をご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット、フロントガラス複数箇所、左ミラーに飛び石、左ドア、左ドアエッジ、左リアフェンダーに傷がございます。走行距離約3万8000キロ走ったお車です。ボディカラーはパステルイエロー、インテリアはブラックレザーとなります。空冷エンジンから水冷エンジンへと大きな変革を果たしたポルシェですが、水冷エンジンの初代911カレラタイプ996が入庫いたしました。リアエンジン、リア駆動の2+2クーペスタイルはポルシェ王道のデザイン。歴史ある王道の911をぜひお楽しみください。エンジンスペックに関しましては、3.6 リッター水平対向6気筒エンジンを搭載。最高出力300馬力を発揮します。ヘッドライトにはキセノンが採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。アルミホイールは17インチアルミホイールを装備しております。続きましてトランクスペースの紹介です。収納スペースはフロントへ配置。お手荷物を収納するスペースを確保しております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはブラックレザーシートとなります。運転席、助手席ともにシートのシワなどの使用感が見受けられます。ステアリングは4本スポークのレザーステアリングを採用しております。ナビゲーションはイクリプス製 SD ナビゲーションを装備しております。シフトに関しては5速のティプトロニック S を採用。フロント両席にはシートヒーターを装備しております。またサンルーフを装着しておりますので、開放的な車内でドライブをお楽しみいただけます。今回は1998年ポルシェ911カレラタイプ996をご紹介させていただきました。スポーツカーらしいパステルイエローに高級感のあるレザーシート、シートヒーターやサンルーフといった便利なオプション装備を多数装着した魅力満点の1台です。リアエンジンから響き渡るメカニカルサウンドを聞き、ポルシェならではのスポーツフィールを感じながらのドライブをお楽しみください。お探しの方はお早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせ、ご来店お待ち申し上げております。よろしくお願いします。